オアハカ州とミヘイの人々が住む地域。ミヘイは、古くは、ミヘとも表記され、ミヘイ素系言語グループに属し、メキシコ、オアハカ州の北部にゴツゴツして険しく高低差の、激しい山岳地帯に50カ所くらいの中核的な、村落と多数の、小さな集落を営んで暮らしている、インディヘナ少数民族の一つである。人口は、総計7から8万くらいである。 未平やケイの人々のはるかな先祖は、オルメカ文明にまで遡ると考えられている。未平の人々は、オルメカとのつながりは意識しないものの、はるか南方のアンデス地方よりメキシコに、ボートによってやってきたという伝承がある。この移住伝説によると未平は、伝説の王、コンドイによって導かれて、聖なる山、センポアルテペトルに住み着いて、王国を築いて繁栄したという。 スペイン征服以前の未平については、彼らの居住する地域から、広告遺物や遺跡がほとんど検出されないことから、全く分かっていない。サポテ家族の王国の一つサーチラやアステカ帝国が、未平を完全に征服したかどうかについても分かっていない。スペインによる、オアハカカ国征服後、レ英ゴサンドバル司令官の率いるスペイン軍が未平の、山岳部の北側から未平やチナンテクを、 征服するために派遣されたが失敗した。そのためコルテスもスペイン王に宛てた手紙でサポテカとミヘイの征服が完全になされないままであることを報告している。1555年にドミニコ会の伝道によってスペイン人とミヘイの人々の平和的な接触が始まった。選挙団体によってヒキラ、トトナテペクやケアルテペクに教会堂が建てられ、 伝道が推進されたが、ミヘエの人々は未だに征服されていないという、プライドを保っている。ミヘエの人々の村落、集落の分布図と、高知、低地の位置関係。ミヘエ語は、ミヘエソ系語族の一つの大きな分子を成している。ベラクルス地方のポポロ家族と非常に近い関係にある。ミヘエ語は、法語語であり、農核絶対格言語といって、自動詞の主語と、 他同士の目的語の格変化が同じ形になる言語である。未平語は、高地未平語、内陸部未平語、低地未平語の3つに区分することができ、高地未平語は、北部では、トトナテペク周辺、南部では、トラウィトルテペク、アユトラとタマスラパン周辺で話され、内陸部未平は、フキラトサカテペクは、 村落間を相互に結びつける市場となって平日の異なった日に設けられる。1970年代後半から新しい道路が建設されメキシコの国内経済と未平地方をつなぐようになった。そのため大きな企業を営んだりトラックを持つ会社を経営する人々が現れて稼ぐようになった。未平の社会の基本的な単位は各家族で一部に 一夫多妻制も存在する。家族の構成は、父方居住、つまり夫の両親の家に居住する拡大家族で、あって、個人を中心とした双方的な親戚関係も存在する。年齢や世代、性に基づいた結族システムは、ハワイに見られるように移ろいやすいものである。結婚は、両親の二つの親戚関係が結びついたものと考えられ、 贈り物を交換することによって正式なものとする。婚姻を解消した場合は、夫が子供を引き取り、夫婦双方の家族から財産を分けて離れ離れに暮らすことになる。相続財産はすべての子供に、性や年齢に関係なく平等に分けられる。複数の家族が大父母と実父母の関係によって、儀礼的な結族関係である。これが、 網の目のように拡大され結びついている。未平の政治的宗教的組織は複雑な年齢改定集団で構成されている。つまり、未平の年齢集団は政治的宗教的な組織と関係が深く、村落内で年齢が同じか、若いか、年長かという地位を明確化する役割を果たす面がある。村は通常二つの土地所有区分に分けられる。 結族集団はそのどちらかの区に属する傾向がある。政治的指導者や宗教的指導者はその二つの区から年ごとに変わる変わる選ばれる。大きな町はそれぞれの町自身に関係する仕事のほか地域的に統括している小さな集落や農場に関係する仕事を行う。未平の宗教は現在ではカトリックとメソアメリカ土着由来の宗教の混合体である。 そのため、カトリックの信仰に、彼ら自身の神々の信仰が、巧みに組み込まれて信仰されている。例えば、雷の風を意味する、ポフエニーは、豊穣と雨の神であると共に未平の町々を守る、存在とされる。地の表面を意味するナーシュイナは、大地と豊穣の女神である。動物の主人である。ゆるくは、野生動物と狩猟を司る神である。イギーニャは、 川と泉を司る女神であり、漁師によって崇拝されている。ミーヒクは、富、運、ハリケーン、死そして地底界を司る神であり、しばしばカトリックにおける悪魔と同じに扱われる。一方で、プロテスタントの団体が村民を回収させることに成功している村もある。ありがとうございます。